モチベの保ち方を教えてくださいって質問いただくのでお答えしようと思います。一つ目は YouTube に Vlog として投稿するためには自分が実際に勉強してないと映像として収めることができないので、私はそれがある意味やる気になってるかなと思います。で、二つ目は学校の試験を1回で通過することができないと2回目からは試験料を取られてしまうんですよ。2000円っていう額で、同じ2000円でも試験代に使うかご飯代に使うかとかでかなり意味が変わってくるなって自分で思ってるので、それが多分一番大きい要因かなって思います。で、3つ目は、かなり暗記とかが辛いんですけど、ちょっとでもやれば結果につながるっていう成功体験が私の中にあるので、どれだけゼロに近い状態だったとしてもちょっとだけでいいから頑張ろうっていうのが続いて、結果的にたくさん勉強できてるのかなって自分で分析してます。一つ目に言った自分の勉強してる姿を映像に収めるっていうのは誰でも簡単にできると思うので、ぜひ試してみてください。1限から授業、明日ってか今日か、1限から授業あって、午後その後すぐ研究室でゼミみたいなのがあるから、ちょっとそれで自分がもう発表するんで、スライドまだ作ってないから、それをちょっと今から眠気覚ましで作ろうと思います。問題少ない過去問みたいなのをずっと解いてて全然わかんないからもう飽きちゃった。